はい、じゃよろしくお願いします、えー。今回はフォーカスゴールドとの連動企画第3弾でございます。で、テーマが過去問の活用についてこちらで参ります。で、この動画はですね、フォーカスゴールドという参考書があるんですが、そちらの中にあるコーヒーブレイクというコラムが載ってるんですね。で、そのコラムの内容と私ハイチが個人的に思うことをミックスしたものを皆さんにお伝えするという動画になっておりますので、ぜひね、最後までお付き合いください。 で、今回はね、過去問の活用、つまりまあ、使い方の部分です。について話していくんですが、役割を、こう、二つに分けていますので、まあ、それぞれ聞いてみてください。で、まず一つ目がですね、自分の志望する大学、もしくは高校の出題傾向を把握すると。まあ、これはね、イメージしやすいと思います。ね、過去問やることによって、あ、ここの高校、ここの大学では、こういった問題が出てくるんだっていう、出題傾向をね、を把握していきましょうと。 で、まあ、そうだよね、と思うと思うんですが、意外とですね、この部分が、皆さん、あの、抜けてるというかね、あ、ふぅ、みたいな、なることが多いんですけど、ほにゃららにとっても、一番の資料って過去問なんですよ。で、何にとってかっていうと、これ、作文者です。作文者って問題作る方ね。つまり、入試本番の、えー、テストの問題作る方にとっても、一番の資料は過去問です。必ず過去問に目を通します。 なぜかっていうと、例えばある大学がありますと。でもちろんその大学には主催傾向があります。で、主催傾向がいきなり変わるわけにもいかないので、過去にこういった問題が出てるんだ。じゃあその流れに沿わ,沿わなきゃいけないなとか、全く同じ問題出すこともできませんので、そういったことも把握しなきゃいけないと。で、あと、えー、これは普段の中間期末とかも含まれるんですが、テストの問題っていうのは必ずメッセージが込められてます。 適当に作る先生は99.999%いません。たまにいるかもしんないけど。でも基本的にいないんですよ。で何かっていうと、例えば大学の入試問題、まあ高校の県立でもね、都道府県ごとにこう作られますけど、必ず問題には、こういった力を持ってるかどうかをチェックしたい。こういう力を身につけてほしい。っていうメッセージ、思いがね、まあこだわりの部分が詰まってるんです。 だから、そういった、まあ、ね、その歴代のこう何年もね、こう流れがあって、この大学ではこういう力を育みたいってものがあるから、それを確認したいんですよ。入試を通して。で、そのメッセージ、こだわりっていうのを把握する。それを把握することが、出題傾向をつかむっていうことになります。いいかな。で、それをつかむっていうのは、やっぱり敵を知るまあえっと、受験のことを敵って表現するのはね、ちょっと違和感ある方もいるかもしれませんけあえて使わせてください。 敵を知るからこそ対策を練ることができます。例えばちょっとゲームっぽい話になっちゃうんですが、じゃあね、戦う場面があった時に、私はこう剣を持ってます。ちっちゃい剣です。剣を持ってると。で、戦いにゴーって行くんですけど、相手がですよ、その剣の攻撃にはめちゃくちゃ防御が固いやつだとします。でも、銃みたいな、バンバンって言うと銃には弱いとするじゃないですか。でも相手のことを知らなかったら、自分剣が得意になって、うわーって行っちゃうわけですよ。 それって戦う上でダメじゃないですか。敵のことをちゃんと知ってれば、そっか、剣じゃダメなんだ。銃の練習をしなきゃいけないなってなるわけです。対策を練ることができるわけ。だから、ちゃんと出題傾向を把握する、作文者のメッセージ、思い、こだわりを把握することで、それが敵を知ることになる。だからこそ対策を練る。自分に足りないものも分かってくるので、そういったものを把握するために過去問っていうのは 使っていってください。これが役割の一つです。でですね、よくその過去問っていつからやったらいいんですかっていうのを聞かれます。で、これについては明確な答えはないと思ってます。でも個人的に言うのは、早ければ早い方がいいぞとは言います。過去問に関しては。だいたい高校入試なら過去5年ぐらいのはゲットできます。大学であれば多分20年ぐらいはゲットできると思うので、まあそれをね、ある程度残す必要はあります。役割2で使うためにも。全部ぜ、全部一気にバーってやっちゃダメだよとは思うんですが、 例えばちょっと古い方、高校生だったら5年前のやつね。で、大学だったら10、20年まで行かなくていいけど、まあ、10年前、9年前ぐらいのやつを、まあ、2、3年分早めにやっとくといい。まあ、これ、投稿してるのがもう冬なので、あの、ちょっとね、あべこべに感じるかもしれないけど、役割1のことを考えるんだったら、ここは夏くらいまでにはやっておきたいなっていう感じです。 でも、さっきも言ったけど、早ければ早い方がいいと思ってます。志望大学、志望する高校とか決まってるんだったらね。いいかな。では次、役割2に参りましょう。こちらは、えー、実践形式のトレーニングとして利用するです。つまり、あの、本番を意識してってことなんですけど、まあ、この1個目がね、はいのが本番なんです。本番。過去問っていうのは特別です。なぜかって言ったら、だって本当に出た問題なんだもん。 みんながこれからチャレンジする入試っていう本番ね、その戦う場の行く時の過去に出た本当の問題なんですよ。模試とかのそのこういう類似問題を作ったものじゃなくてね。だから特別なんですよ。だから一番実践形式のチャレンジ、トレーニングができますよね。で、この時にですね、意外とですよ。意外とここをあんまり意識せずに、なんとなく 過去問やろっかなみたいな方がいますが、それ絶対にやめてください。過去問はさっきも言ったように貴重なんです。なぜかっていうと、年が決まってるんで。高校は5年分しかないんですよ。全部やっちゃったらなくなっちゃうんです。過去問って。大学もそうですね。20年もあるじゃんって思うかもしれないですけど、普通にがっつりやってたら20年なくなりますからね。終わっちゃうから。だから貴重なの。一回でやるその集中度合いというか、本気度合い、本番を意識する気持ちっていうのを高めてやってください。 で、本番意識するってのはどういうことかっていうと、よし本番だと思って頑張るぞってのはもちろん。そんなも当たり前よ。それプラス、例えば、回答用紙、えー、準備してください。例えば、高校授乳試とかの過去問だったら、多分ね、その本の、え、裏、一番後ろに回答用紙が縮小コピーで貼ってあります。多分同じサイズじゃない、多分ないはず。書いてあるから。何パーセントの拡大でプリントアウトで、あとコピーしてください、みたいな。で、それを全く同じようにやって、 で、家だとなかなかサイズが足りなかったりしたらコンビニでコピーできるから。いいで、コピーして本番の回答用紙でやるんです。で、大学入試でもしなかったら調べれば、その大学入試でだいたいこのぐらいのサイズって書いてあるので、それと同じ大きさの紙を用意してください。そこも意識する。過去問やるときは。で、時間です。時間は、まず、えー、時間は測る。もうこんなん絶対よ。 試験時間、まあ、高校入試50分とか、大学入試だったら120分、150分もありますよね。測ります。適当にやらない。時間に関しては。なぜか、なぜかっていうと、その本番やってる時の時間配分のこともちゃんと考えながらやる必要があるからです。で、その時はストップウォッチ使ってほしいんですが、スマホ使わないでください。必ず100均とかで買ったタイストップウォッチ、タイマーしかないストップウォッチを使います。 なぜかっていうと、スマホを見ちゃうと気になるから、他のことを考えちゃう可能性があるのと、間違って通知なんかなろうもんだったら、この時間無駄になるから。いいですか必ず、えー、スマホじゃないストップウォッチ。まあ、と、あの、時計とかについてるのも構わないけどね。そういうのを使ってください。余計な連絡とか、それが入らないものです。で、もう一個は、えー、あ、これ下入ってるかな。えー、解くタイミングです。解くタイミング入ってるかなあ、大丈夫ね。 で、これはですね、今、冬休み前に投稿しているので、まあ、そこで見てくださっている方が多いと思うんですけど、特に冬休みはこれをやってほしくって、え、本番、い皆さんが受ける入試本番のタイムスケジュールは大体わかるはずです。何時から何の科目でとか、何時スタートでみたいな。それと、全く同じ時間でやってほしい。叶うなら。これは強制じゃないです。強制ではないんですけど、できればそれでやった方がいいです。朝の午前中の9時半スタートだったら9時半からやるんです、それを。そこまで合わせに行くの。 いいですか時間を計るとタイミングです。で、これちょっと細かい話になっちゃうんですけど、実践形式を意識するんだったら本番と同じ時間でやってください。で、もしこっちの上の効果、役割だけを考えるんだったら、ちょっと練習で昔のやってみようとか思うんだったら、時間をちょっと短めでやるといいです。50分の試験って言われてたら、40分ぐらいのプレッシャー、時間のプレッシャーをかけて練習をするっていうのもありです。 ただ、その、本番直前。まあ、これは冬とかにね。これ夏くらいまでって言ったけど、こっちは冬とかにやってほしいんですが、まあ、秋冬かなにやってほしいんですけど、その時は、全く同じ時間でいい。その時間配分の関係もあるからね。いいで、最後、家族と書きました。これは何かっていうと、家族に言っといてください。多分、多くの方が家でやると思います。家でやる。まあ、もちろんね、違う場所でできる方もいると、ま、塾の自習室とかあるか,もしれあるかもしれないけど、150分間とか、 もしね、過去問やった時に、150分の間に、例えば親御さんから声かけられる可能性もあるんですよ。避けたいもうせっかくだから。何度も言うけど、貴重なんだ、過去問は。だから家族にも今から過去問を本番意識してやるから、これ何時何分くらいまで声かけないでもらっていいみたいなことを言っとくんです。家族の協力を促してください。それをやるのに、え、やだめんどくさいっていう親御さんいないと信じたい。 と思ってるんでね。この辺も本番意識してやります。で、最後です。ほにゃららをサボる人が多い。これはね、本当に意外と多い。やり直しです。サボりますね。過去問に関しては、できたか、できなかったか、得点何点取れたか、まあ、偏差値表があるんだったら偏差値いくつだったっていう、その事実確認しかしないんですよ。これ、意識として思ってほしいんですけど、過去問も、 ただの問題集です。あ、さっきも言ったから貴重なのよ。ただの問題集なんて言い方は合ってないんだけど、この意識は持っておいてください。つまり、普通の問題集と同じで、間違った問題はやり直ししなきゃ。できなかった問題をできるようにした時に自分のレベルが上がっていくので、いいでしょうか。この辺もしっかり意識しておいてください。 ということでえ、今回はね、過去問の活用について役割を2つ分けて説明させていただきました。ただえ、過去問の使い方とかに関しては答えはないです。これは一例でしかないので、もちろん皆さんにとってこう使うのが合ってるっていうのがあると思います。そういう意見はね、ぜひあのコメント欄で書,かか書いていただけると、私もね、勉強になりますので、ぜひ書いてみてください。 では、皆さんのね、これからの過去問を使った勉強がね、より充実したものになることを願っております。今回の授業はここまでで、以上、ごめんなさい、以上でございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイ